ハレルヤ、主の皆を讃えます。オンライン YFN、もう始まって皆さんもう半歩ぐらい足が出てきてるんじゃないでしょうか。もう約束の地手前という感じかもしれません。本当にさらに主が私たちを勝ち取ってくださり、また私たちが主の愛に押し出されて踏み出す時となることを期待していきたいと思います。またしばらくですね、共に主を褒めたたえていきましょう。最初に皆さんでハレルヤと叫びを持って主に栄光を返していきましょうか。じゃあどうぞ立ち上がれる方一緒に立ち上がって、画面の向こうにいる皆さんも立ち上がって共に主をたたえましょう。 1,2,3 ハレルヤー、めー、共に主をたたえましょう。私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。もう一度、どんな時でも、どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。今も今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う、賛美をやめることはない、いつもいつまでも。もう一度賛美していきましょう。どんな時でも、どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。今も今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う、賛美をやめることはない、今も今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う、賛美をやめることはない、いつもいつまでも。賛美しましょう。賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠に、
賛美は永遠にあなたに、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに、賛美は永遠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 にあなたに、もう一度、賛美は永遠に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 あなた、今も今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う、賛美をやめることはない、いつもいつまでも、ハレルヤ、主を褒めたたえましょう、あらゆる時に私たちは主を褒めたたえ続けていきましょう。さらに主の御前に賛美を捧げましょう。感謝しつつ、感謝しつつ主の門に、賛美しつつ大庭に、心合わせ臨在に入れ、主は慈しみ深い、恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。もう一度、感謝しつつ主の門に、感謝しつつ主の門に、賛美しつつ大庭に、心合わせ臨在に入れ、主は慈しみ深い、恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。我らは主のもの、主の民、その牧場の羊、知れ主こそ神、喜びの声あげよう、来たれ主の前で喜びもって使えよ、もう一度賛美していきましょう。感謝しつつ主の門に、感謝しつつ主の門に、賛美しつつ大庭に、心合わせ臨在に入れ、主は慈しみ深い、恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。我らは主のもの、我らは主のもの、主の民、その牧場の羊、知れ主こそ神、喜びの声あげよう、来たれ主の前で喜びもお手伝えよ、知れ主こそ神、喜びの声あげよう、
賛美しましょう。起きよ光を放て、起きよ光を放て、主の栄光が輝いてる。起きよ光を放て、主の栄光が輝いてる。闇がちを、闇がちを包み込み、暗闇が民を覆う。しかし主の光は輝く。悲しみは終わりを告げ、失望は希望になる。闇の力は逃げてゆく。喜びに満ち溢れて、高らかに勝利を歌おう。栄光の王に賛美捧げる。もう一度賛美していきましょう。起きよ光を放て、起きよ光を放て、主の栄光が輝いてる。起きよ光を放て、主の栄光が輝いてる。闇がちを、闇がちを包み込み、暗闇が民を覆う。しかし主の光が輝く。悲しみは終わりを告げ、失望は希望になる。闇の力は逃げてゆく。喜びに満ち溢れて、高らかに勝利を歌おう。栄光の王に賛美捧げる。悲しみは、悲しみは終わりを告げ、失望は希望になる。闇の力は逃げてゆく。喜びに満ち溢れて、高らかに勝利を歌おう。栄光の王に賛美捧げ。もう一度宣言しましょう。悲しみは、悲しみは終わりを告げ、失望は希望になる。闇の力は逃げてゆく。喜びに満ち溢れて、高らかに勝利を歌おう。栄光の王に賛美捧げ。共に祈っていきましょう。この集会も主に期待して、どうぞ私たちをまた作り変えてください。まだ行ったことがない地へ導いてくださいと、共に声に出して祈っていきましょう。悲しみは、悲しみは終わりを告げ、失望は希望になる。闇の力は逃げてゆく。喜びに満ち溢れて、高らかに勝利を歌おう。もう一度主の勝利を宣言して賛美しましょう。悲しみは、悲
悲しみは終わりを告げ、失望は希望になる、闇の力は逃げてゆく、喜びに満ち溢れて高らかに勝利を歌おう、勝利の主に大きな拍手を捧げましょう。アメン。さらに主の御前に賛美を捧げていきましょう。私たちは本当に一人一人主に名を持って、名を呼ばれて召し出された者たちです。でその主に応え、今賛美捧げていきましょう。主に名を、主に名を呼ばれた私たちを一つにして今、あなたの心をこの地で成し遂げるために、主の名の権威と愛の力与えられている、すべてを満たす主イエスキリスト、ここに満ちている。もう一度賛美しましょう。主に名を、主に名を呼ばれた私たちを一つにして今、あなたの心をこの地で成し遂げるために、主の名と、主の名の権威と愛の力与えられている、すべてを満たす主イエスキリスト、ここに満ちている。立ち上がれ主の教会よ、目を覚まし主を見上げよう、大いなることをなさる方、栄光受ける方、主に名を、主に名を呼ばれた私たちを一つにして今、あなたの心をこの地で成し遂げるために、主の名の権威と愛の力与えられている、すべ
てを満たす主イエスキリスト、ここに満ちている、立ち上がれ立ち上がれ、主の教会よ目を覚まし、主を見上げよう、大いなることをなさる方、立ち上がれ立ち上がれ、主の教会よ目を覚まし、主を見上げよう、大いなることをなさる方、立ち上がれ立ち上がれ、主の教会よ目を覚まし、主を見上げよう、大いなることをなさる方、もう一度共に祈っていきましょう。私たちが立ち上がって前進していくことができるように主に今祈っていきましょう。立ち上がれ、主に声を上げて今祈りましょう。主よ主の教会よ、立ち上がれ立ち上がれ、主の教会よ目を覚まし、主を見上げよう、大いなることをなさる方、大いなることをなさる方、栄光を受けるか、もう一度大いなることを、大いなることをなさる方、栄光を受ける方、神の国がこの地に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 来たりますよ、神の国がこの地に、神の国がこの地に、神の国がこの地に来たりますよ。もう一度宣言しましょう。神の国が、神の国がこの地に、神の国がこの地に、
の国がこの地に来たりますように。御国が来ますように、御心が天でなるように、この地の上に主の栄光がこの日本に。共に宣言しましょう。我らの王は、我らの王はイエス、この町の王はイエス、この国の王はイエス、キリスト。主よ、今日あなたが私たちを治めてください。まず私の心の主となられてください。私の王はイエス様、あなたです。そしてこの町の王はイエス様、あなたです。教会の主、王はイエス様、あなたです。この国の王はイエス様、あなたです。主よ、今日あなたが私たちを治めてください。これからの時間、一切あなたに委ねます。私たちはあなたに明け渡します。主がご自由に働いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
主の御名を高く掲げます。この2日間の間、この圧縮された時間、私たちが少しずつ少しずつまず霊の領域で約束の地を勝ち取っていることを感謝します。聖霊様が私たちの心の中を探り、新しいものに作り変え、そして私たちの中にヨシュアの霊性が与えられていることを心から感謝します。すでに2回の集会が終わりましたけれども、このラストの集会、今日この時間に私たちはさらに期待していきたいと思います。主が最後に一番良いものを取っておいてくださる、そのことを私たちは固く信じています。お祈りしましょう。主、ありがとうございます。私たちの愛する天の父よ、あなたの皆を高く掲げます。御国が来ますように、御心が天で行われるごとく地で行われますように、あなたの御心が今日私たち一人一人の心の内側で行われますように、今日この動画を通して視聴している一人一人をあなたが捉えてください。一人一人の心の内に神の国が訪れますように、またそれぞれの教会に神の国が訪れますように、町に地域にそして国々に神の国が増し加わりますように。主、ありがとうございます。どうぞ私たちを油注いでください。語る者も聞く者も、すべての者たちが今同じ油注ぎを受け取れることを感謝いたします。主、ありがとうございます。今あなたがこの場ですでに奇跡を行ってくださっていることをありがとうございます。人間に過ぎないものが神の言葉を語るという奇跡を感謝いたします。主、どうぞ私の心を今整えてください。私が恐れて神の言葉を語らずに終わるものでないように、また私が高ぶって神の言葉を自分の言葉として語ることがないように、またどうぞ聞く者たちも、主よ、あなたが今整えてあげてください。恐れ退くのではなく、神の声を本当に愛と恵みとして受け取っていくことができますように。主、ありがとうございます。すべての御言葉が私たちにとって糧です。すべての御言葉を通して私たちの内側に新しいヨシュアの霊性が与えられることを感謝します。約束の地を勝ち取るための力が増し加わることをありがとうございます。そして主よ、すべての栄光をイエス様あなたの御名に返します。アメン、アメン、感謝します。まず主に大きな拍手を捧げましょう。アメン、感謝します。皆さん、主から語られ続けていますか。私がこの場で皆さんに解き放つメッセージ、それは言うなれば5つのパンと2匹の魚のようなものです。それはわずかかもしれません。しかしそれが今この会場にいるスタッフやリーダーたち、またこの配信を見ている各家庭や各教会、各場所で見ているそれぞれの人々の心の中に、5000人分の給食のように主が豊かに増し加えて与えてくださると信じます。そして一人一人が必ず心の中がもうお腹いっぱい状態になるように、本当に主から必要な栄養を豊かに今日受け取れると信じます。今日の午前中の集会までヨシュアの軍勢から紐解いていきました。そして私たちが戦わなければいけない3つの戦いを見てきました。1つ目は劣等感との戦い、そして2つ目は孤独感との戦いでした。今日引き続きもう一度ヨシュアの軍勢から私たちの3つ目の戦いを見ていきたいと思います。しかしまず最初に私たちはヨセフという人物から入りたいと思います。皆さん、創世記の37章を開いてください。創世記37章の28節、創世記37章の28節にヨセフの生涯の物語の一番出だしの場面が書いてあります。創世記37章の28節、その時ミディアン人の商人たちが通りかかった。それで兄弟たちはヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でヨセフをイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。少年ヨセフは子供の頃から夢を与えられ、そして将来自分が兄弟たちの中で一番大きなものになる、そのことを強く信じて確信を持っていました。しかし現実はどうだったでしょう。ヨセフは兄たちに裏切られました。エジプトに売られました。そしてそこの地で奴隷になりました。奴隷になっても一生懸命働いてたけど、今度は濡れ衣を着せられて無実の罪で監獄に入れられて囚人になりました。17歳からなんと14年間の間、彼はそのような苦しい人生を通りました。皆さんがこのような人生を歩んでったら、皆さんの心の中にはどんな感想が残りますか。人生詰んだ人生終わった、終わったって終わったじゃないですよ、カタカナで終わったの方ですよもう終わった、終わったもう絵文字が出てくるような感じですよ。皆さん、これを人生諦めずに頑張りなさいと誰が言えますか。普通だったら私たちはもうこの度重なるような不幸、
もうどうしようもない、自分では動かせない状況、環境、これを目の前にしてもう諦めるしかありません。普通だったらばヨセフの心に押し寄せるものは何でしょう。もう何も自分の願望や努力が通じない、もう何があっても人生が変わらない、そのような思いです。それはいわば無力感です。今日私たちは最後に3つ目の敵と戦いたいと思います。それは私たちの人生に押し寄せてくる圧倒的な無力感です。特に皆さん、これが最大の敵、最強の敵であることを覚えていてください。なぜならば今の時代こそ私たちが本当に知らず知らずのうちに打ちのめされているその相手、それはこの無力感だからです。なぜでしょう。今の世の中は超格差社会です。経済格差があります。教育格差があります。地方と都市部では地域格差が広がっています。そして年配と若者との間では情報格差が広がっています。何もかも格差が広がっています。昔よりもはるかにそれが広く大きくなっています。ということは今の世の中はどんな世の中でしょう。人生に希望を持てる人と絶望する人の二極化です。ある時期からこういう言葉が使われるようになりました。勝ち組負け組、なんだその概念は、そんな言葉昔はなかった。しかし今私たちはあらゆることで勝ち組負け組という概念があります。クラスの中での人気者勝ち組、そして全然クラスで日が当たらないもう負け組、そういう表現もあります。結婚によっても勝ち組負け組という表現をします。収入によっても勝ち組負け組、出世コースでも勝ち組負け組、下手すると教会においても牧師の間でも勝ち組負け組と言い出すかもしれません。何の基準かわからない。しかしどん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 格差が広がっていく。そしてそれが広がれば広がるほど私たちは無意識のうちにもうこの問題は自分たちには解決できないよね、もうこの問題は自分たちは太刀打ちできないよね、そのような無力感に私たちは苦しめられるようになっていきます。そして今の時代は早ければ10代、いやもっと早ければ小学生の頃からもうこの格差社会の中で無力感を感じて生きています。お母さんが経済的に厳しい結果、貧困の中で胎児を養っている結果、胎児にお腹の中の赤ちゃんに栄養が十分行き届かない、発育に格差がある、生まれる前から体力の格差がある。また今学校教育では中高一貫教育がめちゃくちゃ流行っています。昔は大学受験のために頑張れだったのが、今はもう中学校がどこになるかで人生決まるわよ、そのためにはもう小学校4年生の夏休みから頑張んなきゃダメなんだよ、そのためには小学校2年生から準備しなさい、小学校2年生で人生が決まる。そのようなプレッシャーの中で私たちは生きている。そのようなプレッシャーの中で若者たちは苦しまなければいけない。今の時代はどういう時代でしょう。夢と希望が持てない時代です。私たちの人生の中に希望格差がある時代です。しかし聖書は何て言ってるでしょう。私たちが何もかも本当に失望の中に閉じ込められて虚しく生きなければいけないんでしょうか。そうじゃありません。ローマ書の10章の11節。ローマ書の10章11節、ズバリ聖書はこう言ってます、本当にそう書いてあります。聖書はこう言ってますローマ10章11節、聖書はこう言ってます。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。皆さん、永遠に変わることのない神の言葉がはっきりと宣言しています。私たちが主イエスに期待するならば、この方に信頼するならば、決して失望することがない。またこれは言語では別の訳では、決して恥を見ることがない。あなたが何か期待を持って希望を持って人生を進んでいくときに、それが恥で終わることがない、虚しく終わることがない。主が共におられて主に信頼していくならば、私たちの人生は世の中では無力感でもう遮られてしまうそのコースを必ず突破することができる。聖書の中に登場する偉大なリーダー、偉大なヒーローたちは、実はよく見るとほとんどがとんでもない格差の中で活躍しています。アブラハムはハランの地からやってきました。当時彼は外国人でした。そして全然知らない約束の地イスラエルの土地で彼は偉大な勝利者になっていきました。ダニエルはどこで活躍したんでしょう。敗戦国の人ですよ。彼は戦争で負けてバビロンに捕囚されていった少年たちです。しかしその中でバビロンは大臣にまで上り詰めました。エステルはどうでしょうか。彼女も異国の地ペルシャにいました。しかし彼女は神に選ばれてその国の王妃になり、そしてユダヤ人の民族全体を救う、そのような素晴らしい働きをしていきました。ルツはどうでしょう。彼女はモアブ人という異邦人でした。
しかし彼女はイスラエルの神を信じてベツレヘムにやってきて、そして素晴らしい神の祝福恵みに預かり、そして彼女はそのダビデの系図の一人になっていきました。皆さん、彼らはみんな異国の地からやってきた人や異国の地に行った人たち、圧倒的なアウェーです。誰一人自分にとってもともと恵まれた環境にはいませんでした。誰一人自分にとってホームだと言えるところで活躍したわけじゃありません。生まれ育った場所があったわけじゃありません。自分の先祖たちが持ってた場所があったわけじゃありません。そうではなくて、世の中から見たら、今の時代で見たら圧倒的な格差社会の中で、アウェーの人たち、もう移民の人たちですよ皆さん。そのような彼らが主が共におられたので圧倒的な勝利者になっていきました。ヨセフはどうでしょう。先ほども言いました、兄たちに裏切られ、エジプトに売られ、奴隷になり、囚人になり、もう定冠詞をつけてザ・底辺と言いたいですもう彼の人生はもうザ・底辺です、ね、しかし聖書は何て言ってるでしょう。主が共にいたので、主が共にいたので彼のなすことは全て成功していった。創世記の41章、創世記の41章の41節から43節、創世記の41章の41節から43節、とうとうヨセフの長い暗いトンネルが終わる時が来ました。41章41節、ファラオはさらにヨセフに言った。さあ、私はお前にエジプト全土を支配させよう。そこでファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうしてファラオは彼にエジプト全土を支配させた。当時世界最強国家であったエジプトで事実上の最高の権力者になった。あとはもう王様だけだった。もう最高の大臣になったヨセフ、彼はザ・底辺の人生から一夜にして素晴らしい主の証人に変えられました。皆さん、神様はこういうことをするのが大好きです。皆さん、神様はなぜイスラエルの民を選んだんでしょうか。彼らがとても強い素晴らしい民だったからでしょうか。そうじゃありません。彼らが弱かったからです。一瞬申命記に行きましょうか。申命記の7章7節8節、申命記の7章7節8節、主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトのファラオの手からあなた方をあがない出されたのである。聖書ははっきり言ってます。イスラエル、別に特別な数があったわけじゃない、特別な強さがあったわけじゃない。そして読んでいくと、イスラエルがある意味特別に信仰深かったわけでもない。しかし主が一方的に愛し、そして主がご自分の契約を守るその誠実さゆえ、主の忠実さ、主の真実さゆえ、彼らはあがない出され、そして約束の地を占領するために変えられていった。皆さん、これが私たちの人生じゃないですか。私たちは誰一人として神なしでは何も誇るものがない者たちでした。私たちは弱いものでした。私たちは数少ないものでした。私たちは特別に素晴らしい信仰を持ってたわけでもない、特別に何か良い行いをしてたわけでもない。しかし神が一方的に愛し憐れみ、そして私たちを通して神ご自身の契約を実現させていくために、神が選んでくださった。皆さん、この格差社会をあえて神からのその祝福のステージだと思いましょう。神様が私たちを活躍させるための舞台だと思いましょう。そして主が共におられるならば、私たちはどんな高い山でも登っていくことができます。詩編の18編を開いてください。詩編の18編の33節、詩編18編の33節にこう書いてあります。主は私の足を目力のようにし、高いところに立たせてくださいます。足が目力って何って感じですよね。なんかね、こう腕を力強くしてくれるとかね、こう分かるんですけどもね、足が目力って何ですかそれは。皆さん、鹿ってどんな生き物でしょう。なんかすごいピョンピョンと飛び跳ねてるようなイメージありませんか。そして鹿はですね、イスラエルの荒野とかにいてもですね、こう高い崖とか山とかをね、ピョンピョン登っていくんですよ。
目近って書いてあるけど、そんなバンビみたいなそういうイメージだけど、実際近くで見ると怖いですよね。鹿ってでかいって思いますよね。突っ込んできたりするともう危ないと思いますよね。それほど彼らの、まあ、彼女たちの脚力が強いんですよ。そして主が私たちと共にいてくださるならば何が起こるんでしょう。私たちの人生の目の前にどんな高い壁があっても、どんなに険しい崖があったとしても、主が私たちの足を目近のようにし、そして高いところに立たせてくださる。私たちが乗り越えられない壁はない。皆さん励まされていきましょう。そして御言葉によって私たちは変えられていきましょう。今から13年前に私は教会開拓を始めました。そしてもしタイムマシンがあって、当時の私に、私が今アドバイスできるならば、ちょっと待てって言ったと思います。お前はまだリーダーシップチームもないじゃないか。お前はまだ経済的な蓄えもないじゃないか。お前にはまだアジェンダ計画表もないじゃないか。お前はまだ自分がこれまで教会勃会してた経験も、どっか他の教会で副牧師やったこともないじゃないか。まあユースのリーダーぐらいはやってきたけども、お前は一体何者なんだ。お前にはまだ何もないぞ。どこにも街道はないぞ。誰もお前のためにホームページも作ってくれないぞ。そういうないもの尽くしであることをまず分からせておく必要があると思います。しかし当時私はそうではありませんでした。私は別にそんなこと何にも考えませんでした。なぜならば私が聖書を読んでた時に、その神の御言葉の中から主の栄光の教会という啓示を受け取ってしまったから。そしてこの教会が本当に神の国を到来させる教会が、どうしてもこの国に必要だと思ったから、だから私はもういても立ってもいられずに、気がついたら本当に主によって突き動かされて、主が開いてくださった扉を無謀にも走っていった。しかし主が私の足を目近のように強くしてくださいました。多くの牧師さんたちはこう言います。いや、私が牧会している地はね、日本で教会を建てるのが一番難しい地域なんだよ。聞いたことありませんか皆さん。みんなそう言いますよね。けどね、みんな言ってるのはあれ違いますよ。本当に難しいのは私がやってるところですこういう人ばっかなんですよ、ね、けど皆さん、そんな人間技で考えたらとても無理だ。しかし主が私の足を支えてくださった。私を目近のように力強くしてくださった。どんな不可能な状況にあっても、私たちは無力感によって打ち倒される必要はありません。なぜならば天の御国は無限だからです。私たちが何かを持っている必要はありません。私たちのポケットの中に何かが詰まっている必要はありません。天の御国とつながることができれば、天国は豊かです。そしてもし私たちが天とアクセスすることができるならば、神の国を解き放つことができるならば、地上での私たちのサイズは全く関係ありません。地上での私たちの知識や知恵やキャリアも関係ありません。主が選び、主があなたの上に油を注いだならば、あなたはこの格差社会の間で、格差社会の中で、その格差を飛び越えるほどの目力になっていくんです。アメン。若い世代は今ますます無力感の中にいます。彼らにとって、若者たちにとって、皆さんにとって、何が一番無力感を感じるもとなんでしょう。何に一番の格差を感じているんでしょう。経済でしょうか、教育でしょうか、身長の高さでしょうか、情報量でしょうか。そうじゃありません。今若者たちが、皆さんが一番感じている格差、それは親格差です。親格差です。そして今素晴らしい、とんでもない言葉がありますね。親ガチャ親ガチャ時代ですよ皆さん。親ガチャ時代ですよ。もう親というのは本当にガチャっとひねって出てきたようなもんで、開けてみたら、ああこの親か、もうこれは運命だからしょうがない。今の子供たちは、今の若者たちは、どんな親のもとで生まれるか、それによってもう人生が決まってしまう、とんでもない無力感です。生まれた瞬間もう自分の人生決まっちゃってるじゃないか、そのようなもう全てが虚しく感じるような時代の中で私たちは生きています。しかし私たちは今、神の与える希望を宣言していかなければいけません。親ガチャ、じゃあ何が当たりなんでしょう。親ガチャの当たりってどういう子供たちでしょう。なんだ、どういう子供だったら、うわうち親ガチャ当たったなって感じるんでしょうか、ね、逆にね、親ガチャ問題ってね、こう親の問題取り上げられるけど、じゃあ逆に親ガチャ当たりって誰よっていう話ですよね。誰だったら確実に当たりなの。富裕層の中に生まれたらいいんでしょうか、それとも教育熱心な親のもとで生まれたら親ガチャ当たりなんでしょうか。そうじゃありません。本当の親ガチャ大当たりというのは、子供に最高のセルフイメージを与えてくれる親です。最高に尊敬できる両親で、最高の愛情を注いでくれて、最高の関係を持ってくれて、最高の励ましをしてくれて、最高に支えてくれて、そして最高に慰めてくれて、そして最高に導いてくれる、そのような親がいたならば、
いいですか。そこで育つ子どもたちは最高に自己肯定感を持ってます。最高のセルフイメージを持ってます。最高に自分自身に自信が持てます。そして人生のどんな試練も乗り越えることができます。なぜ今の時代みんな親ガチャ親ガチャ言うんでしょうか。親の格差って何でしょうか。それは実はセルフイメージの格差なんです。アイデンティティの格差なんです。親ガチャ外れだと言った時、いいですか、実は親ガチャというのは同時に自分ガチャなんですよ。親ガチャが当たる外れる、それはイコール自分自身の価値があるかないかを決めてしまう。私たちは今そのように感じる時代の中に生きています。ちょっと想像してみてください。お父さんがアル中だった、そしていつも昼間から飲んでベロンベロンに酔っ払って、そして街をふらふら歩いてる。そしてあなたは小学生で学校の帰り道ランドセルを持って下校路を歩いてると、そのふらふらに酔っ払ったお父さんが道を歩いてる。そして友達たちがあれ久保田君のお父さんとか言い出すかもしれない、ね、そして他の同級生のお母さんたちがそこら辺でひそひそ話しながら、いやね、あの人例のあのお父さんでしょ、そういうことを言ったならば子供はどう感じるでしょう。子供は単に あのお父さんも最悪、あんなお父さん嫌いと思うだけでなくて、あんなお父さんによって生み出された自分、あのお父さんには価値がない、だったら自分も価値がない、そのように自動的に感じるんです。私たちが親ガチャ外れたと言ってる時、それは同時に自分の中に本当に確信が持てない、自分が何者だか自信も持てない、自分に対して高いセルフイメージを持つことができない、自分のアイデンティティを握ることができない、そのような苦しみがあるんです。そして自分自身を肯定できないとどうなるんでしょう。自分に自信がないと私たちは試練が訪れた時、格差の中で無力感を感じて勝負を諦めてしまうんです。私たちがヨルダン川を渡ることができなくなってしまうんです。ヨセフはあれほどの本当に人生を終わった状態だったのに、あれほど普通だったら無力感に苛まされるはずだったのに、なぜヨセフはそれでも踏ん張ることができたんでしょう。なぜヨセフはそこで勝ち残ることができたんでしょう。なぜヨセフは神との関係を信じ切ることができたんでしょう。それは彼がお父さんから特別にめちゃ可愛がられてたからです。いいことかどうか微妙ですけども、創世記の37章これは結果的にお兄さんたちの妬みを招いて、結果的にエジプトに売られる元になってしまったけども、なんとですね、お父さんヤコブはヨセフのことをめちゃくちゃ可愛がってたんですね。創世記37章の3節、イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。37章の3節、ヨセフが年寄り子だったからである。それで彼はヨセフに綾織の長服を作ってやっていた。皆さん考えてみてください。家に12人の兄弟がいて、その1人にだけ新しい服作ってあげて、そしてそれ着せてあげて、残りのみんなはハードオフですよどう思いますか、ね、それやばいでしょ。それは明らかに格差ですよねある意味兄弟格差ですよね。いいことかどうか微妙だけれども、しかしいいですか、ヨセフ本人にとってはこの体験があったから、自分が特別にお父さんに愛されて価値あるものだという体験があったから、だから彼は試練の時にそこを突破する力があったんです。そして皆さんにも今日グッドニュースをお伝えしたいと思います。私たちにも最高のお父さんがいます。もしかしたら地上のお父さんはあなたにとって完璧ではないかもしれない。ある人は親ガチャそこそこ当たりとか、親ガチャ少々外れとか思ってるかもしれない。それは誰もがそうです。全人類どこにも完璧な地上の親はいません。しかし私たちには天に完全なお父さんがいます。私たちがそのことを知るならば、私たちもあのヨセフのようにどんな試練があっても、どんな格差があっても無力感で終わることはない。ローマの8章の15節、有名な御言葉です。ローマの8章の15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。イエスを信じ、その父よによってあがなわれ、私たちは神のこの地位を手に入れました。そして私たちが聖霊に触れられるときに何が起こるんでしょう。その神の子であるということがリアルになっていきます。このいいですか、ことする御霊というのはどういう霊でしょう。巫女の霊とも書いてありますよね。
それはもうちょっと分かりやすく言うと着手の例です。皆さん着手とか着なんていう言葉、時代劇とかで聞いたことありませんか？ありますよね。こうなんかこう将軍とかが自分の息子、こう10代の子供とかに向かって、あ、 お前は我が家の着手だとか言いますよね。それは後継ぎだという意味です。後継ぎだという意味です。ここで聖書が言っているのは、単にいいですか、もちろんこれは養子縁組という意味がありますけども、単に養子縁組しただけではありません。あなたが正当に父のものをすべて受け取ることができる、天の御国を受け取ることができる、神の国を相続するものであるということ。また言い換えるならば、今この地上の人生においても神が用意した約束の地を私たちが受け取るべき存在であるということです。ですから皆さん、決してごまかされないでください。惑わされないでください。騙されないでください。何があっても私たちが神の子であるという地位は失われることがありません。私たちが自分が神の子であるということをどうやって証明したらいいんでしょう。大切なことを言っておきます。証明しないことこそ真の証明です。私たちは自分たちが神の子であることをわざわざ証明する義務はありません。証明する必要はありません。なぜならば当たり前のことだからです。うちには高校2年生の男の子がいます。翔くんという男の子です。翔くんは道を歩いてて、急に誰かから、お前は本当に久保田文吾の息子か、証明してみろと言われたら、多分答えもせずに素通りすると思います、ね、そこで翔くんが焦って、あ、俺は久保田文吾の息子だ、証明してみせるぞ、よし区役所に行って、戸籍謄本取ってこよう、住民票取ってこよう。絶対やりません。むしろその叫んでくる人に向かって、何言ってるんだろうこの人と言って、もう無視して通るだけです。絶対そうです。なぜでしょう。彼にとってそれは当然のことだからです。当たり前のことだからです。しかし気をつけてください。サタンはあなたの心を揺さぶろうとします。そして、本当にお前は神の子なのか、本当にお前は神の子なのか。神の子だったら聖書を毎日20章読まなきゃダメだ。神の子だったらお前の一日の人生で一切悪いことをしてないはずだ。神の子だったらお前は完璧に10回守ってるはずだ。神の子だったらお前は新しい賛美の CD も真っ先に買ってるはずだ。神の子だったらお前は日本の有名な牧師さん100人以上とちゃんとお友達になってるはずだ。そういうわけのわからんことを要求してきます。しかし皆さん、同じことが荒野の誘惑であったんですよ。皆さん、イエス様が40日の断食をし、そしてその最後に悪魔やってきて何て言ったんですか。もしあなたが神の子なら、もしお前が神の子なら、このパンを石に変えてみろ。もしあの時イエス様が自分のアイデンティティに自信がなかったらどうなるんでしょう。あ、自分が神の子であるってことを証明しなきゃ、よし、この石をパンに変えなきゃって思ったでしょうか。思いません。全くその必要ありません。サタンはこう思いました。お前がもし神の子ならば、神殿の上から飛び降りてみろ。イエス様、あ、そうだ、自分は神の子だから、自分が飛び降りたらパッと見つかりたちが助けに来る。それを証しして証明することで、自分が神の子であることをちゃんとみんなに伝えることができるな。そういうふうに思ったでしょうか。思いません。何の必要もありません。そしてサタンはこうも言いました。地上のあらゆるこの世の栄華を見せて、そして王国の素晴らしい麗しさを見せて、そしてこう言いました。もしお前が私にひれ伏すならば、これらを全部お前に与えてやろう。イエス様はこう思ったと思います。なぜお前から与えられなければいけないんだ。お前は確かに地上において暗闇の支配者として一時的にそれを所有しているかもしれない。しかしそれを永遠に所有しているのは天にいる私の父だ。サタンよ、お前から受け取らなくても私は父から全て受け取ることができる。だからお前にいちいちひれ伏す必要はない。皆さん、私たちは敵の罠にかからないようにしましょう。私たちは何か奉仕の働きによって神の子になるんではありません。何か特別な知識を蓄えたから神の子になるんじゃありません。ただイエス様が十字架について死んで葬られてよみがえったから、ただそれだけで一方的に神の子です。アメン。約束の地を勝ち取るために私たちは天の父とつながっていきましょう。そして天の父の愛を豊かに受け取って、そして自分が神の子であることをますます体験しなければいけません。そしてそのためにはもう一つ大切なことがあります。もしあなたが約束の地を勝ち取りたいならば、天の父の愛を受けて受けて受けまくっていったならば、その結果今度は地上の親との関係が新しくされなければいけないんです。ちょっと面白い御言葉を見てみましょうか。エペソの6章の2節、おそらく牧師家庭や
本当に子供の頃、小さい頃から親に連れられて教会に来ている子たちがよく聞いている、何度も何度も聞いている御言葉だと思います。エペソの6章の2節、あなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。さあ画面の向こうの皆さんは、またこの御言葉出てきたと思わないでください、ね、いいですか。あなたの父と母を敬え、いつも私たちはこの御言葉を読みますよね。しかし残りの言葉は何て書いてありますか。これは約束を伴う第一の戒めですって書いてあります。けどこれ第一の戒めですか。違いますよね。10回の第5の戒めですよ ね、 ね、第5の戒め、父と母を敬えです。なんでこれが第一の戒め、約束を伴う第一の戒めだって書いてあるんでしょう。それを調べるために出エジプト記に行ってみましょう。あの10回が与えられた時、出エジプト記の20章なんて書いてあるんでしょう。出エジプト記の20章の12節、あなたの父と母を敬え、出エジプト記の20章の12節、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。この第5回がなんで第1回なの。これは約束を伴う第一の戒めなんです。10回は他にいろんなことが書いてありますよね。私以外に他の神があってはならない、偶像を作ってはならない、主の御名を御なりに唱えてはならない、安息日を覚えてこれを聖なるものとしなさい、他にいろいろな命令があるけど、どれもこれを守ったらこういうことがあるよっていう約束は書いてないんです。しかし10回の中でただ一つ、この御言葉、この命令を守ったらこういう約束があるよ、それが書いてあるのが、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地で、すなわち約束の地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。さあ皆さん、今回の YFN のテーマは未踏です。まだ踏み入れたことのない領域に足を踏み入れていく、主が与える約束の地に入っていく、そしてそのためには私たちは約束の御言葉を握らなければいけません。その約束の御言葉の一つ、あなたの父と母を敬えです。そしてこの御言葉はとても説明がデリケートです。毎回毎回カウンセリングのために、たびに相手によって説明を変えなければいけない御言葉です。なぜならば私たちはこの御言葉から右にそれることや左にそれることが多いからです。敬うというのはどういうことでしょう。これはですね、皆さん、重んじるということです。まさに元の言語もカバードという言葉ですけど、これは重たくするという言葉です。重んじるということです。敬う、その人の名誉を傷つけない、その人の存在を尊重する、大切にする、その価値を認めていく。ある人たちの問題は親の価値を下げてしまうことです。親をあざけり、バカにし、そして親の悪口を言いまくる。もちろん完璧な親はいません。ひどい親はたくさんいます。しかしその結果、あなたが必要以上に親に対して憎しみを持ったり、怒りを込めて攻撃的な態度を取る、また親の評価を下げるようなことを外でわざわざ言いふらす、その時あなたはこの御言葉から右にずれてしまってるんです。そうするとあなたはせっかくの人生で神様が用意しているその運命に入っていくことができない。これが一つの問題です。そしてもう一つ、左側にそれる時があります。それは親を敬いすぎて礼拝してしまう時です。お父さんは完璧だ、お母さんは完璧だ、いつもいつも神の声を聞いてるに違いない、夢で見たわって言われたら全部それは神様からの夢なんだ、そういうふうに感じてしまうことです。そして完璧だと思って親を神にしてしまう時、もちろんそれはある意味でとても素晴らしいです。本当にそれほど親を愛し敬うのは素晴らしいです。しかしこの父と母と敬え、その敬うを超えて偶像にしてしまうならば、やはり私たちはこの御言葉から外れてしまうんです。偶像にしてしまうとき何が起こるんでしょう。子供が、親は全て神様の御心にかなっている、完璧に正しいと思い込む。その結果子供たちは自分でものを考えることができなくなってくる、自分で神様と主体的につながることができなくなってくる、自分で神の声を聞くことがわからなくなってくる。そうして神からの召しを受け取れずにもがいてしまうんです。これはこの御言葉から左に外れてしまうことです。新明記の5章、ここにも約束の地に入るための御言葉が、約束の御言葉があります。新明記の5章の32節33節、新明記の5章の32節33節、こう書いてあります。
あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守りを行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神主が命じられた道をあくまで歩み続けなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有するその地であなたの日々が長く続くようにするためである。皆さん、もし私たちが親との関係で本当に右にも左にもそれず、本当に正しく健全に親を敬うことができるならば、主はあなたの人生を後押ししていきます。そしてあなたの運命を切り開いていってくれます。以前私はある牧師さんの素晴らしい証を聞きました。その牧師さんは本当に私から見てもとても家庭の教育で成功している方でした。本当に主にある神の愛、父の愛を持って子どもたちを養っていました。そしてその子どもたちは子どもの頃から、幼い頃からお父さんを見上げて、なんて立派なお父さんなんだろうと思ってました。そしてお父さんはもう神様の御心にかなった完全な人に違いない、そのようにとてもとても尊敬していました。けどもそのお父さんは、牧師はある時、自分が完璧でないこともちゃんと認めなければいけないと思いました。そして子育ての中である部分では良いお手本、良いモデルになれてないことを認めなければいけないと思いました。そしてその牧師さんは子供たちの前でこう言ったそうです。ごめんね、パパはね、神様じゃないんだよ。今まであなたたちが私のことを神様のように本当に尊敬してくれたけども、私も弱いところがあって完璧じゃないところがあるんだよ。彼がそれを言った時に子供たちがそれを本当に受け止めてくれたそうです。本当に素晴らしい証だなと思いました。ここまでだったら素晴らしい話なんですけど、オチがあります。その話を聞いた私は、なんていい話だ、我が家でもやろうと思いました。そして子供たちを言いました。ひとみちゃん、翔くん、パパはね、実はね、神様ではないんだよ。そうすると子供たちがこう言いました。そんなの分かってるよ当たり前じゃん、何急に言い出してるのパパうちの子はそっちには寄ってなかったようですけど私は自分が本当にいろんな家庭から育ってきて、そして育ってきて、うちの教会で養われて、その若い次世代と話しているときに、時にはこれを言わなければいけないときがあります。パパとママを尊敬しなさい、しかし神ではないんだよ、神ではないんだよ。そうするとある子はこう言います。けど今までパパとママからしか聞いてことないから、じゃあこれからどうやって神様の御心を分かればいいの。その時は聖書をバーンと叩きつけて、聖書を読むしかないんだよ、ね、あなたが自分で聖書を読んで神の声を聞くしかないんだよって叩きつけませんよ、冗談ですよ、ね、皆さん、もしあなたが本当に信仰のある家庭の中で生まれたならば、あなたには絶対に避けては通れない宿命があります。それはあなたが自分で神の言葉を読み始めない限り、あなたが自分で神の言葉を受け取り始めない限り、決してあなたが本当に自由にはなれないということです。あなたが本当に天のお父さんを味わうことが難しいということです。もしかしたらあなたにとってはこの分厚い聖書はとても強敵に見えるかもしれません。これを前にして無力感を感じてしまうかもしれませんしかし大丈夫です。主が御言葉を解き明かしていってくださいます。聖霊があなたに励ましを与えていってくれます。読んでも意味がわからない、まず読めですまず読め、話はそれからだですまず一回読みましょう。そしてそれからわからないところを紐解けばいいんです。どうぞ神のこの地位に立ってください。イザヤの49章、イザヤの49章の15節、イザヤの49章の15節、イザヤの49の15、女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。普通女性が自分の産んだ赤ちゃんを忘れるなんてことありませんよね。自分のお腹の中にいる赤ちゃんが、こう毎日毎日どんどん動いている赤ちゃんを忘れるなんてありませんよね。けどもしそのお母さんが自分の子供、自分の胎児を忘れるほどのもうとんでもないことがあったとしても、私はあなたを忘れないよ。それが天の父なる神が私たちに語っていることです。何があってもあなたは忘れられることがありません。何があってもあなたは神のこの地位を失うことはありません。何があってもあなたが無力感で打ち倒される必要は全くありません。どうぞセルフイメージを持ってください。主にあるセルフイメージを持ってください。主にあって自分が何者であるかを知ってください。自信を持とうとは言いません。自信を持つというのは結構大変なんです。実績積んでって何かこう結果を出してって、よし自信が持てる。けど必要なのは自信ではありません、確信を持つことです。
そしてあなたの親がどんな親であったとしても問題ありません。いい親であったとしても問題がある親であったとしても、ほぼ完璧な親であったとしても、いろいろと完璧でないところがあったとしても、結局私たちは親を敬い、そして本当の天の父とつながる道を選ぶしかないんです。全く神の愛を知らない親のもとで苦しんできた、そういう子もいると思います。また逆に神に熱心すぎてちょっとこう立法主義的に親がなってしまって、それで苦しんできた、そういう家庭もよくあると思います。しかし天の父はあなたに対して必ず同じ態度で接してくれます。しばらく前にうちの教会で、20代の若者たちのユースの、ユースというか、20代ですね、20代の若者たちの祈り会のキャンプを開きました。そしてその夜ですね、みんなで、こうゴロゴロしながら、こうカーペットの上でゴロゴロしながら、お茶を飲んだりお菓子を食べたりしながら、順番に自分の家庭の思い出、さまざまな心の傷、親との関係について順番に語っていきました。そしてそこにですね、先ほどの翔くんがですね、高校生だけどいたんですね。そして翔くんの番になりました。そしたら彼がですね、こんな証を始めたんです。みんなはね、僕が文吾さんの息子だからって、文吾さんこう文吾さんの息子だからって親ガチャ SSR だと思ってるでしょ。もう SSR の意味がよくわからないんですけど、なんか超特別らしいですけどね、うちのお父さんはね、父の愛とかファーザーシップとか語ってるけど、ああいうのね、4年ぐらい前からようやく語り始めたんだそれまではあんまり聞いてなかった。しかも語ってるだけで家の中でできるようになったのはね、この1年半ぐらい厳しいと思子供の評価はめちゃくちゃ厳しいと思いました、ね、けどね、彼はこう言ったんです。だからね、別に牧師の息子だからってすぐに天の父の愛がわかる、そうじゃないんだよ。僕だってみんなと同じで、僕自身がちゃんと神様とつながっていって、僕自身が自分で天の父を求めていかなければ天の父の愛は分からないんだよ。だからみんな同じなんだ。そしてそれを聞いてたお姉ちゃん、大学生のお姉ちゃん、ひとみちゃんは翔くんの肩をたたいて、もっと言え、もっと言えもっともっと昨日の夜ですね、家に電話して子供たちに、子供たちの話をキャンプのこの YFN のメッセージで証として使っていいって言ったら許可をもらいました。何でも語っていいよ、じゃんじゃん使っていいよ皆さん、どうぞ確信を持ってください。自信を持てとは言いません。何か特別な実績を持って、特別な業績があって、特別な何か課題をクリアしたからあなたが神の子だ、そうじゃありません。そうではなくて確信を持ってください。もうあなたが戸籍謄本を見て自分が子供だと書いてあるならば、あなたの努力は関係ありません。天の命の書にあなたの名前が記されているならば、あなた自身が自信を持つかどうかは関係ありません。もう圧倒的な確信が来るんです。我が家の子供たちは自分が久保田家の子供だという自信など何にもありません。考えたことありません。ただ当然の確信があるので、堂々と冷凍庫を開けます。冷蔵庫を開けます。冷凍庫も開けます。中に入っているものは全部自分のものだと思ってます。アイスクリームでも何でもどんどん食べます。それは彼らにとって当然の権利だと思っているからです。同じように、もし私たちが、自分たちが当然ながら天の父の子だと分かっていならば、私たちは天国の冷蔵庫を開けまくって、そして神の国にある良いものをどん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 自由に受け取ることができるんです。それが私たちの身分です。フリーアクセスです。遠慮はいりません。天の御国に触れて、それを地上に解き放っていく、主の臨在の宮に入っていき、十分に好きなだけ受け取る、それは私たちの当然の権利です。そして私たちが約束の地に入っていく必要な当然の義務です。ルカの12章の32節、ルカの12章の32節、格差社会の中で自分の地位を失いそうな時、自分が何者か分からなくなりそうな時、どうぞこの御言葉に立ち返ってください。ルカの12章の32節、小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。あなた方の神はとは書いてありません。父はです。ただ神を信じる信者ではありません。そうではなくて父の息子娘たちです。継承者です。相続人たちです。私たちは天にアクセスする者たちです。
そして私たちは主の臨在を受け取り、主の臨在を伴って約束の地の戦いに入っていく。その時どんな目の前に壁があろうと、問題があろうと、試練があろうと、私たちは主の臨在が共に行くので、圧倒的な勝利者になっていくんです。主の臨在が共にある軍隊の話をしたいと思います。さあ、ヨシュアの話に戻りましょう。民数記の27章、民数記の27章、モーセが自分の後継者を必要としました。民数記の27章の16節17節モーセが主に向かって語りました。すべての肉なるものの霊を司る神主よ、一人の人を回収の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、先立って入り、また彼らを導き出し導き入れるようにしてください。主の回収を羊飼いのいない羊の群れのようにしないでください。さあ、モーセが新しいリーダーを与えてくださいとお願いしました。どんなリーダーが必要だったんでしょう。モーセが求めたリーダーは、彼が人々に先立って出て行って、また先立って入ってくる、導き出し導き入れる、出たり入ったりすることができるリーダーを与えてください。モーセはそのように求めました。また申命記の31章の2節にも同じようなことが書いてあります。モーセがイスラエル全体の民に向かって、もう自分は引退なんだよということを伝えます。申命記の31章の2節彼らに向かって言った。私は今日120歳だ、もう出入りすることができない。主は私に、あなたはこのヨルダン川を渡ることはできないと言われた。聖書を読むと、モーセは120歳になっても視力がはっきりしてて目がかすまなかったって書いてあります。そしてモーセ120歳になってもこんなに素晴らしいメッセージを人々に語ることもできました。一見すると力強いですけど、モーセはもう自分はリーダーにはなれないよ、なぜかというと私はもう出入りすることができないからだって言いました。ヨシュアの軍勢、それを率いるヨシュアは出入りすることが必要だったんです。出たり入ったりできるものでなければいけなかった。出たり入ったりって何でしょう。今度はカレブの言葉を見てみましょう。ヨシュア記の14章、ヨシュア記の14章の11節85歳のカレブは言いました。モーセが私を使わした人同様に、14章の11節ね、モーセが私を使わした人同様に、今も私は草原です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。元の言葉で見ると、これは戦争に出たり入ったりすることができます。ヨシュアの軍隊を率いるそのリーダーに必要だった力は何だったんでしょう。それは人々を、ヨシュアの軍勢たちを引き連れて戦争のために出たり入ったりすることができる者たちです。これから戦って勝ち取るその現場に人々を連れていく、人々を伴ってその宿営地から出ていく、そして戦いが終わった後は疲れた人々をもう一度導いて宿営地に戻し、その宿営の安息の場所に戻す、そのように出たり入ったりすることを導くリーダーが必要だったんです。皆さん、これは私たちも同じです。私たちも神の臨在の中に入りとどまり、そして神の力を受け取るシーズンがある。また今度はその神の臨在を携えて出て行って、それぞれの人生の召しに応えて約束の地を勝ち取っていくシーズンがある。私たちはみんな出たり入ったりしていかなければいけない。そして私たちは入るときは臨在の中に入り、出ていくときはその臨在を伴って出ていく、そのような私たちは出たり入ったりする者たちなのです。私たちはどこに入っていくんでしょう。神の臨在の中です。神の臨在どこにあるんでしょう。神の家の中にあるんです。皆さん、私たちがその場で置かれている一つ一つの教会、それこそが神の家です。それこそが神の宮です。あなたは神の家に入ってきて、そして神との親しい交わりを持つ臨在を受け取っていく、そして今度はその臨在をあなたの心の内側に抱えて、そして現場に出ていく、約束の地を勝ち取っていく、あなたの人生で勝利を収めていく、そのような私たちは出たり入ったりする者たちなのです。どうぞあなたが約束の地を勝ち取るために戦うときに、神の臨在を置いてけぼりにしないでください。アメリカの海軍の特殊部隊があります。シールズという名前です。皆さん知ってる人いますか。アメリカ海軍特殊部隊シールズ、彼らにとっては海というのは、水辺というのは庭のようなものです。
彼らはどんな任務をするんでしょう。例えば重要な人物が誘拐された、そして敵のアジトが海辺の近くにある、そしてそのアジトの中に、その建物の中に誘拐された人質がいる。さあその時どうやって助け出すんでしょう。シールズは陸から行かないんです。彼らは海から近づいていって、潜水艦に乗って、そしてその海辺の岸辺のギリギリまで行って、そして水中から出てきて、そして海から上がってきて銃撃戦を繰り広げ、そしてその人質を奪回したらそのまま海に帰っていくんです。そしてそのシールズたちの中では一つのとても重要な合言葉があります。彼らの戦い方、彼らの戦術の一番大事な言葉です。それは片足はいつも水の中につけておけ。もちろん彼らは実際にはもっと丘の方まで上がっていきますから、海辺よりかちょっとは離れたところに行きます。しかし彼らの心構えとして、片足はいつも水の中につけておけ。なぜならば彼らの本拠地、彼らのベース、彼らの基地、彼らが一番力を発揮する場所、それは水の中だからです。だからシールズの中では、その海軍の特殊部隊の中では、片足は水につけておけ。どんなに離れたところまで行っても、丘まで行っても、気持ちの中ではいつも片足を水につけておきなさい。皆さん、これは私たちも同じです。あなたが学校にいようと、会社にいようと、家庭にいようと、あなたの人生のどんな戦いの現場に出ようと、片足は臨在の中につけておく。片足は教会の中に置いておく。どうぞ一人ぼっちにならないでください。神の家族の中にあなたの体を置いておいてください。たとえ離れていたとしても、たとえ時間がバラバラだったとしても、たとえ場所がバラバラだったとしても、私たちはエクレシア、神の家族です。教会というのは日曜日の朝の10時半のことではありません。24時間365日、私たちが同じ聖霊の働きによってつなげられ、キリストの体として本当に神の国を広げ、イエス様が戻ってくる時まで、私たちはこのシールズのように任務を、ミッションを達成していく者たちなのです。ですからどうぞ出たり入ったりしていきましょう。そしてあなたの片足を神の臨在の中につけておいてください。エゼキエル書を開きましょう。最後にエゼキエル書の46章を開きましょう。この神の宮に入ってきて、神の臨在を受け取り、そして出ていく、その風景が千年王国時代、将来訪れる神の神殿の風景としてエゼキエル書の中に描かれています。エゼキエル書の46章、エゼキエル書の46章9節10節、エゼキエル書の46章の9節10節。しかし民衆が礼祭の日に主の前に入るとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出ていき、南の門を通って入る者は北の門を通って出ていかなければならない。自分が入った門を通って帰ってはならない。その反対側から出ていかなければならない。君主は彼らが入るときに一緒に入り、彼らが出るときに一緒に出なければならない。さあこのエゼキエルが見た幻の神殿、その将来訪れる主の神殿は特別なルールがありました。それは礼祭の日にその神殿に入るときには、北の門から入ってきた人たちは南の門から出ていく、南から入ってきた人たちは北に出ていく、つまり入ってきた方向とは逆の方向に出ていかなければいけない、入ってきた門とは反対の門から出ていかなければいけない。皆さんこれはどういうことでしょう。皆さんこれが私たちの人生です。もしかしたら私たちは傷ついた心を持っているかもしれない、何か虚しい思いを持っているかもしれない、無力感を抱えてくるかもしれない。しかしあなたが主の臨在の中に入ったならば、もうあなたは過去の自分の道に戻ってはならない。もうあなたは主と出会って変えられたから、かつて無力感を抱えた人たちがまた無力感に戻る必要はない。今度は私たちは確信に満ち溢れて出ていく。心に傷ついた者たちがその痛みのもとに帰る必要はない。今度は癒しを受け取って出ていく。寂しさ、悲しさ、拒絶を味わった者たちが神の臨在に触れたならば、今度は愛と喜びに満ち溢れて出ていかなければいけない。もう私たちは過去の自分に戻る必要はない。新しく変えられて新しい門から出ていく。もはや過去のあなたは終わったのです。あなたが主の臨在に触れられて、ヨシュアの軍勢となって、そして新しい約束の地を勝ち取るために出ていくならば、毎回毎回日々あなたは主の臨在の中に入り、そしてそこからまた出ていく。かつての道に戻るんじゃありません。毎日毎日さらに高い道に入っていく。毎日毎日さらに新しい道が示されていく。まさにもう本当に山は低くされ、谷は埋め立てられ、曲がりくねった小道はまっすぐな王子になっていく。そのような主が整えた新しい道を私たちは歩んでいかなければいけない。これがヨシュアの軍勢です。
どうぞ安心してください。あなたは一人ぼっちで戦うんじゃありません。十節には何て書いてあるんでしょう。君主は彼らが入るときに一緒に入り、彼らが出るときに一緒に出なければならない。イエス様が共にいるんです。私たちの君主、私たちの王であるイエス様があなたを連れ立って、あなたを主の臨在の宮に導き、そしてあなたを連れ立ってあなたの約束の地の戦いに臨んでくださる。主が先駆けとなり、主がしんがりとなってくださる。私たちはイエス様と共にヨシュアの軍勢となっていきましょう。ピアノお願いできますか。今語ってる最中に本当に主からの励ましを感じます。聖霊様が力強く私たちの心を燃やしてくださっているのを感じます。この会場だけでなく、本当に動画を今視聴している一人一人の心の中に主が霊を本当に燃やしてくださっていることを感じます。皆さん知ってますか。イエス様は時間も空間も制限はありません。たとえこの会場で聞いている人も、またそうでなくて日本各地で聞いている人、世界各地で聞いている人も、同じ主が同時に触れることができます。ですから今日私たちの内側にヨシュアの軍勢の心が与えられることを信じます。共に祈りましょう。ぜひ立ち上がりください。主、ありがとうございます。今どうぞ共に私に続いて祈ってください。愛する天のお父様、私は今日神の子であることをますます確信します。天の御国の冷蔵庫を自由に開けます。自由に食べます。好きなだけ受け取ります。私の中にはもはや無力感はありません。さまざまな困難があっても、試練があっても目力のように飛び越えます。私たちは圧倒的な勝利者です。イエス様、どうぞ今私たちを主の宮に導き入れてください。そして神の臨在の中で私たちを満たしてください。そして私たちを約束の地に導いてください。あなたが先駆けとなってくださり、あなたがしんがりとなってくださることを喜びます。私は一人ではありません。主が共にいます。私はいつも主の臨在が伴います。イエス様、勝利を感謝します。イエスの御名によって宣言します。主、ありがとうございます。今あなたが一人一人のその告白を聞いてくださり、それに答えてくださることをありがとうございます。主をどうぞ今一人一人の告白にあなたが答えてあげてください。聖霊様、今必要な新しい炎を天から下していってあげてください。どうぞ手を高く上げてください。今本当に上から注がれる神の霊を受け取っていきましょう。主、ありがとうございます。主、ありがとうございます。ハレルヤ。シャマラカナララババシュテラマイカララマバシュテテ。おー、主よ、主よ、主よ、ありがとうございます。主、ありがとうございます。主、ありがとうございます。あなたはこの時代に新しいあなたの軍勢を今立て上げてくださっていることを感謝します。私たちが一人で戦うんではなく、チームとなって主の軍勢として勝利を収められることをありがとうございます。ハレルヤ。主、ありがとうございます。イエス様、今あなたが一人一人に直接手を置いてください。今手を置いてください。彼らの頭に手を置いてあげてください。主は新しい油注ぎをイエスの御名によって宣言します。新しい啓示が与えられ、新しい賜物が与えられ、新しい飯が呼び起こされることをありがとうございます。主、ありがとうございます。彼らの手には御言葉の剣が握られています。彼らの口の中には新しい祈りの言葉が与えられていきます。ハレルヤ。主、ありがとうございます。主、ありがとうございます。主、ありがとうございます。あなたに向かって叫びます。あなたの勝利を共に喜びます。もうあなたが2000年前に勝利を捉えたから、私たちはその中に組み込まれているから、私たちはキリストにあって圧倒的な勝利者です。主、ありがとうございま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 す。ヨシュア記一章九節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。すべての栄光を主に返し拍手しましょう。